ちょっとしたお小遣いを得るというものから、いつかはその副業が本業になっていくということも今の時代は大いにあります。さあ、みんなで開運するよ。願いが叶っていくのりこチャンネル始まります。さて、10月25日はさそり座の新月がやってきます。この日のお誕生日の皆様、10月のお誕生日の皆様、おめでとうございます。楽しくお過ごしください。で、今回は月のパワーと私たちが持っている意識のパワーを使って、願いをよりパワフルに叶えていこうね。ということで、今回も思いっきり未来を先取りする予祝でいきましょう。今日は願い事の後に開運アクションをお伝えしますからね。まずさそり座の新月ですが、19時49分から開始して48時間くらいは新月のエネルギーが流れています。新月は潜在意識と顕在意識がつながりやすい時なので、願いが叶いやすい時といつもお伝えしていますね。ですので、新月の習慣として願い事を改めて書いてね。で、今回の新月は部分日食なんですよ。太陽が月によって隠される現象のことを言って、この時は太陽、月、地球が一直線に並んで、太陽による月の影が地上にできます。太陽の一部が月に隠されて部分日食となるそうなんです。日食って死と再生を意味するんですね。再生という復活のエネルギーは満月も意味するんですけど、日食は死と再生を意味するため、新しい私になる時なんです。古い考え、常識、とらわれを捨てる時だということなんですね。で、今回はさそり座の新月なので、さそり座の特質を意識して、自分の魂が充実するような情熱を注げることが叶ったことを予祝するといいんです。で、さそり座のキーワードとして、探求心、洞察力、集中力、神秘的、鋭い直感、見えない世界、生と死、深く関わる、本質、復活と再生、生まれ変わる、財運という意味を持っていますが、この意味も取り入れながら、今回の新月のテーマは、これからどんな自分になりたいのかを具体的に書いてみましょう。それも自分の気に入っているノート、ウィッシュノートに書いてくださいね。今回の意味には復活の意味もあるので、復縁の望みもいいんですね。それから自分の魂が充実するような情熱を注げることがいいんですけれども、諦めていたことやリベンジしたいことを願うこともいいんです。もし自分自身のスキルアップのために挑戦したい資格があるなら、どっぷり集中して勉強できる時なので、挑戦するのもとってもいいです。さそり座の特徴として、バイタリティがとっても溢れているんです。なので、多少のスリリングなことだって人生に必要な体験だったなとワクワクに変えてくれるパワーがあるんですね。傷つくことを恐れないし、たとえ傷ついたとしても、それを人生の飾りとできるだけのパワフルさがあるんです。なので、恐れずにスキルアップしたいことに挑戦してみましょう。年齢を理由にためらっていたこととかね、自分には無理かもと思っていたことはないかな。あとは周りの目を気にしてトライしてこなかったこともあるかもしれませんよね。さそり座の新月は不安やためらいを吹き飛ばすくらいの内から湧いてくる力強さがあるので、ぜひ自分の魂に従ってやってみたいことにチャレンジしてみてくださいね。あとは本質、深く関わるという意味では、一生一緒にいるパートナーに対する願い事も書いてみるといいです。願い事を書くときは、自分の本当の気持ちという本音も一緒に書いていくことをお勧めします。なぜそれをしたいのか、なぜリベンジしたいのか、なぜそういう仕事をしたいのか、なぜそういう生活をしたいのかっていうね、今回はちゃんと深く向き合ってみるといいんです。そして、自分の子を生かす時代でもあるので、誰かと一緒とかではなくってね、自分の心からの思いが叶っていく時代です。本当の自分はどうしたいのということをしっかりと向き合いながら叶えていきましょう。それでね、新月で書いたことをイメージすることが大事です。イメージができないものは叶わないくらい、イメージして未来を先取りしていくんです。
そして先にお祝いしちゃうというのが予祝なんですね。これは恐ろしいくらい願いが早く叶う方法です。叶うことを先取りっていうことで、みんなで予祝だ。乾杯。みんなでやろうね。そして今回はそんな部分日食のサソリ座の新月に新しい私になるためにやるといい開幕章を7つお伝えしますけれども、最初の4つはこの日にやったらいい定番の開幕章で、後半はこの日にやるといいことをお伝えしますね。まずこの日にやるといい定番の開幕章1つ目は新月の儀式をする。私はこういう新月の日には新月の儀式としていつもやるのが、ウィッシュノートに書く前や書くときにお香を焚く、キャンドルを焚く、その前後に塩風呂に入る、お風呂で香りを楽しむ、月光浴をしたお水を飲むということをしています。この日は特に月光浴をしたお水を飲むといい日で効果が上がるんですね。そして塩のお風呂に入ることで身を清めることができるので、新月を新たな気持ちでスタートさせるには塩風呂に入るのがおすすめです。で、次にこの日にやったらいい定番の開運アクション2つ目は開運フード。この日は魔除け、厄除け、浄化のパワーを持つ刺激がある食材がおすすめなんですね。で、新月にチャレンジしようとしたけれども困難にぶつかりそうで挑戦を諦めてしまいそう、そんな時刺激物と言われる食材が味方になります。なので最初にキュンアップフードはニンニク。ニンニクは世界中で厄除けの食材とされています。ニンニクを食べると悪い気を追い払っていい運気を取り入れることができて、金運、財運もアップしていきます。そして強運アップフードは玉ねぎ。玉ねぎに含まれる抗酸化力には体の中の余分なものを排出する効果があります。玉ねぎを食べることで体の中から余分なものが排出されて、一緒に悪い気も排出されるんですね。体が浄化されると新しい運気を取り入れることができて強運体質になっていきます。そしてラブアップフードは唐辛子。赤い唐辛子はツヤがあって、このツヤが邪気を払ってくれるんです。風水の視点からも赤い唐辛子は恋愛運を上げてくれる食材なんですね。また唐辛子は輪切りの唐辛子がおすすめ。輪切りの円の形はご縁が切れずにつなげてくれるという意味がありますからね。そして3つ目の開運アクションは、開運日には欠かせない定番のキュンアップ掃除。この日は電子レンジ、ガスレンジの掃除をするとキュンアップです。風水ではキッチンは金を司る場所と言われています。で、この日は電子レンジやガスレンジの汚れや油の跳ねた汚れをきれいにすると無駄遣いが減って金アップにつながります。電子レンジやガスレンジに汚れや油が跳ねたままの汚れがあると余計な出費が増えてしまったり、セール品を無駄に買ってしまったりとお金の浪費が激しくなってしまうんです。特に電子レンジは強い火の気を持っていて、ガスレンジの火よりもパワーが強いので、電子レンジが汚れているとキッチン全体に悪い気が発生して金を燃やしてしまう可能性があるんです。またガスレンジも油汚れがひどいとそのキッチンを使う人の気を乱れさせてしまうので、お料理するたびにイライラしちゃうということが出てきてしまうんです。なので電子レンジとガスレンジの火の気を整えることでお金の流れが変わりますからね。そしてこの日にやったらいい4つ目の定番の開運アクションは神社参拝。新月や満月に神社参拝はおすすめです。この日は新月なので神社参拝はとってもよく、氏神様や産砂様に参拝するといいですね。新月や1日に参拝するのは1日参りと言います。新月に立てた願い事や目標を神様の前で宣言すると、その願いがさらに叶いやすくなるんです。神様の前で新たに挑戦することを宣言するときは背筋もピシッと伸びてね、身も気も引き締まりますよね。なのでこの日は神様の前で目標や叶えたいことを宣言してみてくださいね。そしてこの日にやるといい5つ目の開運アクションは、お気に入りの勝負下着をつけると運気アップ。特に運気を上げる勝負下着は赤のパンツです。赤は勝負運を上げてくれて運気を上げるんですよ。
もし赤い色のパンツがないときはお気に入りの下着で OK です。下着は直接肌に触れるものなので着る人に与えるパワーが強いんですね。なので自分のお気に入りの下着をつけると元気になったりやる気が出たりモチベーションが上がるんです。それに自分が気に入っている下着は自分との相性がいいので身につけた時に心地よくなります。見えないおしゃれと言われるぐらいに下着にこだわると運気がものすごく上がるんですね。しかもですよ、お気に入りの下着をつけると速攻で運気が上がっていくんです。それだけ効果があるのでこの日はお気に入りの勝負下着またはおすすめの赤いパンツをつけてみてください。まあ、下着で開運するお話を前に動画でお伝えしているので一緒に見るといいかもしれません。そしてこの日にやるといい6つ目の開運アクションは副業を始めたり不用品を売ると機運が上昇します。今や副業は私たちにとって身近なことになりつつありますよね。大きな企業でも副業することを解禁したり副業での求人も珍しくないですけれども副業で収入が増えたり自分が活躍する場が増えるというのは人生の幸福にもつながります。もちろん副業であっても仕事は仕事なのでそこから収入を得るのでお金の流れも変わります。他にもね、不用品を売ることで収入を得ることもできますよね。私もネットで仕事したのはこの不用品から始まってヤフオクで売ったことが今に生きているんです。お家も綺麗になって収入も入って一石二鳥なんですね。自分にとっていらないものも誰かにとっては必要だったりするんですよ。貯めていくこと以外にお金を増やしていくというのに副業やいらないものを売るのはおすすめです。ちょっとしたお小遣いを得るというものからいつかはその副業が本業になっていくということも今の時代は大いにあります。なのでまずは副業にチャレンジしたいなっていう方は新月のこの日に思い切って始めてみてください。そして不用品があればそれを売ることでも機運上昇しますからね。そしてこの日にやるといい開運アクションは滝を見る。この日のラッキースポットは滝です。滝は浄化には最適なパワースポットなんですね。水自体に浄化の作用はありますけれども流れていることで浄化のパワーが強まります。なので上から勢いよく水が流れ落ちている滝の浄化のパワーはものすごく強いんですよ。で、心の奥深い部分まで浄化したいっていう時に滝を見るのをおすすめします。特にこの日はサソリ座の新月で新しい私になる時ですからね。手放したいものを自分の中から浄化するように滝を見に行ってもいいし、もし行けない時は私のサブチャンネルに華厳の滝があるので見てみてください。また滝はマイナスイオンの効果もあるので浄化と癒しのパワーを浴びてくださいね。またね、朗報です。この日はこの4時間真夜中の1時から3時と19時から21時の間がさらに強力に働くラッキー時間で特に機運にも恵まれて機運アップが長く持続します。この時間に開運アクションしてみるとか新月の願い事、お金のお願い事を書いたりしてみると願いが叶いやすいですね。特に文章を書くと人気が出やすいので日記でもいいですし SNS で何かを発信してみると自分の運気も上がって財運や機運のパワーも一緒に上がりますからね。ということで今回の新月にアクションすることで願いが叶うパワーが強力に働くので運をいっぱい動かして運のポイントを貯めていこうね。それが運のポイントとしてどこかで豊かさが返ってきて引き寄せるパワーがどんどん巡ってきます。なので自分の心地よさを意識して大事にすることも開運アクションの一つです。だから一つでもできれば OK、 できなくても充電日として OK です。楽しんでお過ごしください。それでは新月にやろうと思うこと、そして予祝したいこと、お金の願いや叶えたい願い事をぜひこのコメント欄に書いてね。書くことによって自分の意識に入ります。波動が高いところに書いたら早く引き寄せますからね。そして嬉しいコメントもご紹介できないくらいたくさんいただいているので体験談をお伝えしたいと思います。予祝の通り大幅アップして100万円の月収があった方、のりこさんのコメント欄に予祝で妊娠したと書きました。そしたら本当に妊娠しました、しかも双子ちゃんですという方、
予祝コメントしたんですが、本当に宝くじ当たった方、以前売り出している家が売れましたと予祝したのですが、無事に売れましたののりこさんのコメント欄に書くようになって、3ヶ月もかからずに大きなものが売れたので驚いた方、優先エコーで引っかかった再検査の結果大丈夫でしたと予祝を書かせていただいたところ、悪性の所見は見受けられないと安心の結果を受け取りました。コメント欄に予祝本当に叶いますねという方、おめでとうございます。やっぱりこういうご報告は嬉しいね。一つだけお願いがあります。最近コメントが多くなっていて、予祝と体験だがわからないものが多くなってきたので、予祝の時は予祝と書いてくださると大変嬉しいです。ということで、このコメントでみんなでこの波動をいただいちゃいましょう。次はみんなの番だからね。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ、いつもみんなありがとね。パワーいただいてます。今日はちょっとお知らせになります。前回発売したお香立てとお香たちなんですけど、すぐにね品切れてしまって本当に申し訳ございませんでした。お問い合わせいただいた方も申し訳ございませんでした。25日の20時から再販することが決定しました。メゾンドリッシュという LINE に登録していただくと商品の使い方などがあるのですが、オンラインショップで直接購入もできますからね。ご興味があったら覗いてみてください。じゃあね。